今日はユノバ気仙沼の企業マルシェ NEC の本社ビルで開催しています。気仙沼のユノバは今年の2月に開催したんですが、その中で参加している支援企業30数社の中から約10社程度の支援企業が企業マルシェをやりたいというふうに支援いただいて、日程と調整した結果、今日が NEC ということになりました。でちょうど去年11月28日に石巻の第1回のユイノバをやって、ちょうど丸1年が、NEC でやれたというのは個人的にはすごく嬉しく思っています。私が NEC から出向して復興庁宮城復興局でユイノバを立ち上げたので、特別に今日は頑張りたいなというふうに思っています。株式会社石畑商店と申します。弊社創業58年のフカヒレ専門店になっております。おすすめはこちらの濃縮タイプの気仙沼産ヨシキリザメの胸びれを使ったフカヒレスープになります。ぜひご賞味ください。株式会社阿部町商店と申します。今回は弊社のスープ商品、煮魚商品のほか新商品のアヒージョを持ってまいりました。こちらの商品なんですけれども、まだ自社の物販でしか販売していない商品ですので、ぜひ皆様にお試しいただければと思います。よろしくお願いします。八王水産です。私が手に持っているのが朝飯味比べです。3食入ってます。好みで食べられる、朝食にも合います。お酒のお供によろしくお願いします。今日がただのイベントで終わらずにですね、ぜひ今日買ったものをご家庭とか、もしくは日持ちもするものありますので、正月にですねご実家に帰った時にぜひその気仙沼の話題をですねしていただきたいと。それがその復興というか被災地の状況を、食卓で語る機会になって、忘れないため、ひいては何か自分たちにできることがないかとか考えるきっかけになるので、それをすごく大切にしていただきたいなというふうに思っています。今年はですね、今日の NEC での企業マルシェで一旦終了ということになります。石巻の企業さんも含めて10回以上の企業マルシェが合計で開催されました。でその中で、もう支援企業の中ではアサヒビールさんとか、CSK さんとか2回目をやるところも出ていて、どこの企業さんも来年度以降もやりたいというふうに言ってくださってますので、その仕組みをきちんと作っていくっていうのが年明けからスタートすることになります。